私を重ねるピカは武器となるメイクアップリデューサーのシャンカです。はい、皆さんこんにちは。はい、今回は紫外線の Q&A ということで、結構皆さんね、紫外線の、対策っていうのはしっかりやらなきゃいけないと思ってるんだけど、どうしてとか、これはどうなんですかっていうご質問が多かったので、今日はしっかり答えていきたいと思います。はい、髪の毛切りましたはい、では早速行ってみよう。はい、まず皆さんね、しっかりね、紫外線のケアしてくれてると思うんですけども、まずちょっとしたクイズをやっていきたいと思います。はい、まず紫外線を顔に浴びた時ね、一番紫外線が降り注ぐ場所はどこ？鼻の頭、頬骨あたり、額、さあどれ？はい、正解は額です。次に鼻の頭ね、次に目尻、この頬骨になっていきます。はい、紫外線は肌に当たって良いこともあります。それは何でしょう？はい、ビタミン D が作れます。はい、骨を丈夫にしてくれるんですね。紫外線はその波長によって UVA、UVB、UVC ね、このうちシワ、たるみの肌の老化を招くのはどれでしょう？UVA です。UVA はね、真皮のところまでね、入り込んで、で、そこからコラーゲン、エラスチンを破壊してしまって、弾力を奪ってしまうから、たるみだったりとかね、深いシワになってしまうという原因になってしまうんですね。はい、次は、日傘って、皆さん差してますか？で、日傘のね、色で紫外線のね、遮断率って変わるってよく言われてるんですけども、ね、どうでしょうか？1番、白の方が守ってくれるよ。2番、黒の方が守ってくれるよ。3番、変わらない。さあ、どっち？はい、今は変わらないそうです。一番最初はね、白の方がとか、去年あたりとか黒の方がとかね、言われてたんですけども、変わらないそうなので、皆さん好きな絵柄の日傘を選んでいただいたらいいと思います。日焼け止めと、化粧下地、どちらを先に塗ればいいの？これすごい多いんですけども、はい、日焼け止めからです。はい。日焼け止めは紫外線をね、防ぐのが目的で、化粧下地っていうのはファンデーションをね、密着度を高めたり、肌を綺麗にして見せていくものが多いので、ね、スキンケアをやって、結構ね、乳液もすっ飛ばしていいんですか？という方いらっしゃるんですけども、肌荒れが気になるっていう方は、薄くね、乳液を塗った後に日焼け止めをね、重ねてあげる方が、肌の負担率っていうのは直接塗るよりいいです。うん。なので皆さん、ね、自分の肌に合わせて塗ってみてください。はい、次は、リキッドタイプとパウダータイプ、ね、紫外線防止っていうのが入ってますよね。で、そっちはもう同じような効果があるんですかってよく聞かれるんですけども、リキッドタイプの場合は比較的ね、数字に近い、ね、紫外線防止効果があるんですけども、この液体の中にそもそも含まれているのでね、伸ばしてあげると肌にちゃんと膜がついた状態。なので、表示されてる効果っていうのは期待できるんですけども、パウダーの場合は紫外線防止の成分っていうのはパウダー状になってるんで、ね、ちっちゃい粒なんですよ。なので、そのちっちゃい粒の間にね、やっぱり透過してしまうっていうところで、50って書いてあっても、実際の数字よりちょっと疑ってかかってる方がいいかなと思います。はい。で、日焼け止めは一度にたっぷり塗って大丈夫でしょうか？ってよく聞かれるんですけども、こまめに塗り直すのがおすすめです。意外とね、見落としがちなのが結構生え際の部分だったりとか、ね、うなじだったりとか、汗かいちゃいますよね。そこはね、すぐ取れてしまうので、やっぱりね、おまめにね、塗り直していただけるといいかなと思っております。今だとスプレーのものがあったりとか、いろいろ塗り直しも簡単なものも多いので、皆さんしっかり、カバーしていきましょう。はい、曇りの日も日焼け止めは必要ですか？っていうことなんですけども、はい、紫外線は曇りの日でも、晴れた日の 60% から 90%、雨の日でもね、30% は降り注いでるって言われているので、油断は禁物。室内の窓ガラスもね、紫外線って入ってきちゃうので、洗濯物干す時とか気をつけてください。天気に関わらず、朝起きたら日焼け止めからね、使っていただけるといいかなと思います。紫外線は肌を乾燥させるって本当っていうことなんですけども、はい、真皮層まで届く、ね、UVA 波。
ね、潤いをね支えるもうコラーゲンを直撃しちゃって、ね、肌本来のバリア機能もねダメージを与えて乾燥しやすくなります。なので保湿成分の入ったね日焼け止めを使ったりとか、お手入れにね保湿力の高いスキンケアを使って潤い肌をね私たちは目指さないとシワっぽくなっちゃうので気をつけましょう。はい、次、食事やサプリメントでも紫外線のダメージは予防できますか？はい、紫外線にね負けない肌を作るために、私もよく言ってるんですけど、体の中からもケア大事です。ビタミン C、ビタミン E、ベータカロテン、ビタミン A の話ですね、食品をしっかりとっていきましょう。はい、UV カット化粧品は肌へのね負担が強くなるっていうのは本当っていうことなんですけども、よく言われるのが紫外線吸収剤。紫外線吸収剤とは、ね、紫外線のエネルギーを吸収して熱など別のエネルギーに変換して、紫外線を防ぐものです。でもう一つ、紫外線散乱剤って言って、肌の弱い方はそちらの方をおすすめしてるんですけども、紫外線を物理的に反射散乱させて紫外線の影響を抑えるものです。一般的にね紫外線吸収剤よりも紫外線、ね、散乱剤の方が肌に負担が、ね、少ないと言われているので、そちらを選ぶ方がいいと言われてますけども、今紫外線、ね、吸収剤がねこう肌に直接触れないような処方になってたり、意外に入っていても肌に、ね、反応しないものもたくさん出てるので、皆さんねちょっとねいろいろ試していただけるといいかなと思います。はい、でお直しの仕方としては、ね、顔全体をティッシュオフして、ね、余分なこの皮脂を拭き取っていって、その後乳液とかねそういったものをちょっとねなじませてあげてから、落ちかけたところねちょっとね薄くね塗り直して、パウダリーだったりとかクッションファンデーションとかね、空いたもので直してあげるととてもね直しやすいと思うので、ぜひね SPF の高い、ものでちょっと直しをしていただければいいかなと思います。はい、なので皆さん SPF や PA がね強ければ塗り直しが不要と思ってる方いらっしゃるんですけども、強度に関わらず、ね、汗かいちゃうとね取れちゃったりとか、あと擦れたりしたら取れちゃうので塗り直しが必要ということです。外出しなければ UV カットの化粧品使わなくていいのってよく聞かれるんですけど、窓から透過します。はい、紫外線は降り注いでます。なので窓にねちょっとこう UV のねこうフィルム貼ったりとか、完璧にやってるんだったら全然いいと思うんですけども、もしやってない方がいらっしゃいましたら、肌にね石鹸で落とせる優しいね処方のものもあるし、そんなに室内だとそんなにね、こう SPF とか PA がね高いものじゃなくてもいいので、30ぐらいあればね十分だと思うので、しっかりね何も塗らないんじゃなくて塗ってください。なんで SPF の数字があったり PA プラスっていうのがねついてるかっていうと、ね、使用シーンに合わせて日焼け止め化粧品を選べるようにしてあるんですよ。シミの原因を作るっていうのが、ね、UVB っていうのが SPF です。だからシミを守ってくれるのは SPF の数字、老化の原因になる UVA は PA って書いてあるのね、老化防止の部分になっていくので両方ねあった方がいいです。なので、しっかりねそこを見て、ぜひね使い分けてください。はい、あとね日焼け止めね塗って、日焼け止めの下地塗ってファンデーションもね塗ってるから、これは SPF を足した数字になりますかってたまに聞かれることがあるんですけども、はい、表示されてる以上の数字にはなりません。はい、ただ単品でね仕上げるよりね、このしっかりね重ねていくことによってね落ちにくいでしょ。なので防御効果っていうのは高まっていくには間違いないので、ミルフィーユ状に、ね、重ねていって、なるべくね崩れにくくして守っていただけるといいかなと思います。はい、皆さんどうでしたか。はい、ね知ってるようでなんかふわっとしてたなっていう知識いろいろあったと思います。はい、なので皆さんしっかりね UV ケアを何のためにしなきゃいけないのかっていうことで、ね、ちょっと頭に入れておくとね、うっかり日焼けっていうのがなくなってくると思いますので、ね、ぜひ守っていきましょう。私たちは本当にね老化の原因は 80% はね紫外線のせいって言われてるのでね、この時期しっかりね UV 対策をして私たちね、吹けないように頑張っていきたいと思います。はい、皆さん今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。もしよかったら高評価ボタン、登録ボタンを押していただいたら、とってもね嬉しいです。はい、コメントもねどんどんね入れていただけますと、こうやって皆さんの疑問にお答えしていきたいと思いますので、ぜひ、コメント入れてください。はい、
続きましては、ピックアップコメントコーナー。今回の、コメントは、唐揚げチャンネルトイプードルさん。商品を出してる間、商品名を出し続けてほしいです。なんだっけって見るとき、商品が書いてあるのを間近でガン見してます。戻って見れたらいいんですがって笑いって書いてあるんですけども、前回の、化粧品の方は、概要欄の方にね、一覧で出してあるので、もしよかったらそちらの方を見てね、参考にしてください。はい、でなるべくちょっと長めに出すようにね、編集の方をしていきたいと思います。ありがとうございます。はい、皆さんまたね、見ててちょっとね、見にくかったよとか、こういう風にしてほしいなとか、ご希望があれば、できる限り、はい、できないこともあると思うんですけど、できる限りね、やっていきたいと思います。はい、皆さん、ありがとうございます。彫刻チャンネルの公式 LINE の方では、皆さんにね、イベントだったりとか、いろんなチャレンジ企画、YouTube ではお伝えしてない、美肌食のことだったりとかっていうことで、美容全般のねことを発信していますので、もしまだお友達になっていない方がいらっしゃいましたら、ぜひお友達になってください。はい、ではまた皆さん、どん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 ね、一緒にね、綺麗になっていきましょうね。では次の動画でお待ちしてます。